まうさんではなく、まうちゃんと呼び方変えた方が親しい中に聞こえるぞ、だって。なれねー。チラッチラッ一回でいいよ、一回で。ちょっと待ってね。心の準備が必要。チラッはよはよ、ラルくん、ラルくん、はよはよ。まうちゃん？ああいいね、いいね、おもろい。ちゃん呼びしてんのおもろい。なんで、まうちゃん。なに、ラルくん。クソ刺さるんだけど、ラルくんは。ラルくん刺さるの？死ぬほど刺さったわ、今。ラル太郎でいいや。やめな、刺さんないな、それ。それは豆太郎やな。なーぎ、生米、生卵が怪しいもん。生、生麦無理、ま生麦、生米、生卵。生麦、生麦、生麦、マジで無理だ。なんで、この滑舌なの。生麦、ザーコ、滑舌ザーコ。ラルキルさん、どんな人でしたかってマシュマロ来てたんだよな。ああ、どんな人ですか。どんな人ですか、あなた。俺視点。俺視点。俺視点、自分何？真面目に答えると。うん。むず、自己分析俺できないかもしれん。私視点、犬よ。おい、褒められるのちょっと期待してたのに。ああ、いいよ、いいよ、犬だよね。そうだよね。バイ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 。いや、違う、違う。なんか、犬系かわいい。犬系男子、ま？犬系男子。おお、嫌だったよね。世間で言うカエル化にマジで当てはまる人な気がする。カエル化現象。フードコートでキョロキョロするキョロキョロする。絶対キョロキョロするのもう想像しただけでわかる。普通に迷うし、多分フードコート行ったらはしゃぐし。かわいい。あれうまそうじゃないっつって。かわいい。なんなん、私、あの机の下に隠れて、あれいないなって困らせたいもん。ああ、本当に困りそう俺。俺リアトモに掲げた目標がさ、 YouTube でお金を稼いで有名になって推しとつながるんだみたいなさことをネタで言ったら本当に叶ったんだよ。最低最低最低冗談で言ったけど、うん、本当に叶うと思わなかった。でも推しにメンタルケアしてもらえる世界線マジで意味わかんないけど。よち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 あれ赤ちゃん扱いされてる。犬扱いだよ。下もっと下やった。人ですらない。いや、でもなんか犬みたいだなって思って。バカにしてる。ううん、してないよ。ああ、バカにされてるね、これ。いやさ、真面目にさ、うん、ナルさんとやってみたいことがあってさ。何？ホラゲーしようよ。無理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 。ホラゲーしようよ。無理です。お姉さん、やめてください。ね、ホラゲーしない？死ぬて、俺。生きて。生きる。うん。やった、ちょろい、ちょろい、オタク。でも、ホラゲーだけは、拒否。うん。拒否なの？推しの言うことは聞けないの。推しがカラスは白いって言えば白いんだよ。黒い。ああ、ないだった。今日はダメな日の。しないの？ホラゲー。しない。ホラゲーしないの？推し、おります。ああ。降ります宣言一番嫌いなんだよね。やばいやばいやばい。えぐれちゃった今。もうイジイジしてる今。今、体育座りしてイジイジしてる。かわいい。そうだよね。私はどうせ降りられる存在だよね。そうだよね。飽きられる存在だよね。不特定多数からのツヤホヤってさ、永遠に続かないよね。ああ、彼氏作ろうかな。ああ、幸せになってね。ああ、染めてよ、めっちゃめんどくせえ女やってんだけど今。この女重すぎる。ああ、これが、これこんなんだから一生彼氏ができない。彼女いない人にそれ言うのやめてもらっていいですか。いや、彼女できない、過去持てないでしょ。撮影なんか終わろうかな、そろそろ。ごめん。ナイフ刺しまくってる、本当に。しんどすぎよ、俺、この撮影。いや、だってさ、今2時44分よ。うん。JK のピッチピチの肌にそんな悪影響な、ちょっとくらい仕返しでさせても許してよ。いつもこの時間落ちてるやん。てへ作業通話だから寝るの指示やん。てへぺろ。あー、かわいい。あー、許された。うん、だから。ナルさんに何かあったら萌え声でどうにかするから。へー、どうにか、しましょう。あー、かわいい。そんなことないですよ。うわー。昇天する、マジで。ウケる。でもその萌え声量産系じゃん、めっちゃ量産
はい。大体秘密してるか。声はリオさんだけど、存在はナレさんの唯一無二になりたいな。うわ、やめてそれ。やめて。うわ、それハニトラされたら死ぬわ、普通に。私、アイドル売り、清掃アイドル売りできるかもしれない。パッと出てくる、こういうセリフ。あー、やばすぎる、マジで。今の言葉の破壊力、えぐいよ。このデータ送るから、ここ切り抜いて目覚ましにしていいよ。しとくか。いや、やめて、ごめん、引かれるってガチ。でも、リアルなこと言うとさ、うん。俺、実は、前さんの素の声の方がめっちゃ好きなんだよな。いきなり褒めるじゃん。何？いや、本当に。何？いきなり、素ってなんだと思う？これ？まず、これが萌え声ですよ。うん。で、これがテンションバカ低い時の声。うん。ねえ、これが配信テンション。うん。俺、テンションバカ低い時の方が一緒にいる時間長いから、そっちの方が好きよ。あ、告白されちった。未成年 JK に告る。やめてよ、本当にそれでよ、俺。ああ。年取るってこんな嫌なことなんだ。変わんないのに。俺、女性の友達2人から1人になろうとしてるよ最近。2人から1人どういうこと？知り合いが1人減って、あ、マウさんだけになろうとしてる、ついに。あー、いいんだよ、いつでもマウさんを誘って、それで稼いだ金でおごってね。崇拝者びっくりしないの？ないが、知らん女相手に弱い、ラルさんが。確かに。これを見てる崇拝者さん、どう思うか書いてください。あと、さくらまう可愛いをコメントにお願いします。はい。はい、初めて聞いたその声。どの声？はい、みたいな声。はい。あ、出ない。はい。おー、すごい。はい、なんない。そんな変わる？うん、マジか。ちょっと水取ってきていい？喉ガッサガサないよね。ちょっと、小さい。出ないよ、ゆっくりで。できた。お、早っ。でっしょーん。名物データ半目で止まってる。半目のさくらまうも可愛い。可愛いです、なんでも。知ってる。ありがとう。まうさんさ。うん、まうさんだよ。実はめっちゃいい人説を提唱というか、みんなに伝えたい。何、実はって何？いや、なんか優しいんだけど、撮影してる時は、うん、小娘感強いの。いや、ラルさん相手だとイキリキッズ出てきちゃうんだよ。でも裏でどんだけ優しいかを伝えたい。ダメージ買った時、本当になんかもう、マジで優しい、死ぬほど優しい。本当にダメージ食らってる時に追い打ちなんてできないでしょ。なんかね、最大限のメンタルケアをしてくれる。なるほど。この子本当にいい子なんですよ。ちょっと女性に優しくされて、そう思ってるだけじゃないかって思うかもしれないけど、本当に優しい。マジで優しい。ああ、そうですか。いや、マジで優しいんだよ。本当に優しい。なるほどね。ね、なんて反応すればいいよ。反応しなくていいよ。ね、やだ、無視はできない。マジテレしてるって感じで。メンタルやった時に DM くれて、あ、いい子だなーっつって、俺そのままもう返信できずに寝たもん。あ、いい子すぎるっつって、すわーっつって。マウさんの優しさによく溶けかけてるもんね。あ、溶ける、あ、溶けるっつって送ってる。あ、溶けるって言ってるよく。いい子なんですよ、この子、本当にいい子なんです。本当に父親、いい子なんです。ラルパパ、ラルパパです。本当にいい子なんです。パパ、本当にいい子なんです。本当に。ねえ、何その親ポジ取ってんの、あんた。いや、もう親としてもそうだし、親としても親じゃないけど、親どの視点から見ても優しい。なるほど。知ってるし、本当にいい子だよ。知ってるし、マジでももっと時々さ、唐突にさ、 LINE ギフト送られてくるからビビるんだからね、あれ。ちょっとでも感謝を伝えたいと思って、他の手段でも感謝伝えてるけど、まあ、プレゼントも感謝伝わらないじゃないですか。ありがとうございます、本当に。もう、ラルさんもいい人じゃん。こういうところもいい子なんです、こうやって相手を立てるのも。いや、何話しても全部いい子につなげられちゃう。マジ、ラルさんいい人。おばさんがさ、道端で知らん人に声かけられてさ、ビビりすぎてさ、うん、腰抜けて動けなくなった時さ、電話出てくれたじゃん。まあ、ちょっと記憶にないですけど。ねえ、ある、絶対あるよ、絶対ある、あのまま。絶対ないですけど。
腰抜けて動けなくなっちゃって、もうビビりすぎてパニックになった時電話出てくれたじゃん。何のことかわからないですけどもいやこうやって創作話で好感度上げようとしてくれてる優しい人なんです。絶対やる気よくでもマーさんがそんな嘘つく人って言いたいんだね。うん、ひどい嘘つく人じゃないの。嘘つくけど、ほらほらじゃない。まうちゃんが作った料理食えそう。いや、まうさん料理普通にうまそうだけどね。いやマジで下手くそですよ。オムライス見たけどさ、うん、普通にうまそうやったよ。いや、めっちゃリビングにいるママにさ、え、これケチャップライスってどうすればいいのって叫んで全部聞いてた。いいでしょう。ルさんは、うるさい。ルさんはフレンチトースト作る。うるさい。黙れ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 。パン買いましょう。やだよ、本当に。買いましょう、パンを。もういいもん、いっぱい動画上げてウーバーイーツするもん。うわぁ、いいなぁ。いや、金のさ、思い知らされた。港区のタワマン住んでウーバーイーツするもん。お金あるんですね。いいなぁ。私、もう料理も全然ダメなのに、田舎すぎてウーバーとかなくて。あー、じゃあ港区のマンション1個契約してあげるよ。心配だな、この人の先の人生。え、でもさ、いや、リアルにここまで信頼してるのマウさんしかいないから、今までの人生で。やっぱ口説かれてる。違うって本当に信頼してるのマウさんしかいないんだって。やっぱ口説かれてる。私、あー、違います。私やっぱ口説かれてる。あー、違います。本当にマウさん信頼してんのよ。別に嬉しくないし、うん、嬉しいやつやんそれ嬉しいよ。あー、よかった。いや、さ、活動者やってるとさ、うん、裏で女性活動者と関わる機会なんてあるわけよ。でも遠ざけてきたのよ。マウさんだけはなんか信頼できる、うん、本当に根っからいい子ってわかる。だからマウさんには全信頼を置いてる。なるほどね。マウさんに裏切られた場合、俺は人間不信に陥るそれはそれでちょっと気になるな。え、やめて。動画で言えないけど、俺が人間不信になったエピソード知ってるじゃん、一つ。なんかあったっけ。どんなる。やめて、そんなどんまいで済ませられる軽いものじゃないから。いや、割と重かった、あれ。本当に重かった。頼れるのがね、マーさんしかいない。マーさんしかいない。いや、そんな信頼してるラルさんに、あ、さっき一瞬ボタンを押しちゃって、間違えて録画止めちゃって、今、いや、秒で回し直しました全然大丈夫です。優しい録画ミスは誰にでもあることだからな。優しい。もう本当にボタンの押し間違いが配信開始じゃなくてよかったよ。配信開始で俺言えない内容言った瞬間終わるよ終わる。ここ P4 つける前提で話すかみたいに話したところで、配信で全部晒されるっていう。燃える時は一緒で。いや、でも俺はもう絶対燃えないようにムーブするんで。あ、やったー。でもマウさんが燃えることもないと思うからな。うん、まあ燃えたらラルさんに全て投げる。マウさんが燃えただけはほんとね、相談とか全部乗りますよ。マジで？だって俺が燃えただけマウさんめっちゃ裏で優しくしてくれたから。仲良くなったきっかけがラルさんの炎上だからね。炎上しなかったらこんな仲良くなってなかったの。なんか複雑だないや、マジでも心配だったからさありがとうだよ、ほんとに。いや、なんか素で感謝伝えられるとなんかふーんってなっちゃうじゃん。本当に素で感謝してるよ。別に、ふーん、本当にありがとうね、いつも。いや、別にこちらこそだしあ、そう、俺がなんかマウさんに貢ぎたい理由分かったかもしれない。何？マウさんにもっと感謝したいんだよね、言葉があるんですよ、人間。でも、言葉じゃ伝え切れないぐらい感謝したい。金で殴ると。言葉でも伝えてるし、金でも伝えるノット財布しまって。お兄さん、5桁で足りますか？あ、ね、5桁一重約せば。おいごめん、私が悪かったから許してください。こんな流れ結構悪いけど、結局マウさんに貢いでないんだよな、別に。そんな、そうなんだよね。だって受け取れないもん。優しいんだよ。当たり前だって。あなたどんな人と関わってきたのよ、それ。ペイペイ送った後、用済みって言われたことがある。あ、なんかいい天気だよね、今日すごく、うん、ワンさんが優しいんじゃなくて、今まで関わってきた人がちょっとひどかっただけじゃない、ね、あの財布扱いしないって最、なんか人と友達として最低限だと思うんですけどもういいよ、私がもうちゃんと友達するから。もう私がちゃんと友達してやんよ。もうお金払わずに友達ってできるんですか？できる。いや、友達に
なろうね。大丈夫だよ、大丈夫だよ、ラル君。泣いちゃうってこれガチで。うん、困った困った、この人は本当に心配だな、この人。心配？心配。心配されないように頑張ります。いや、さすがにそんな頑張んなくていいってねえ頑張んなくていい？頑張んなくていいよ、肩の力抜いていこう。優しい、なんだこの人。 うるさいいい人すぎるな。いい人です。生きててよかった。なあ、よかったですよ。よかった。もう撮影終わろっか。うん、止める？止めよう。ありがとうね。